ダイナマイトキッドと菊池剛志、ラリアット、さあ得意技クロスプレイパスター、そのまま固める、カウントは2、カウントは2、菊池も返しています。再びバックを取った、バックドロップホールド、秋山は間に合った、カットに入りました。さあその秋山をスミスがドロップキックで場外に落とした。さあトップロープ、トップロープ、ダイナマイトキッドはトップロープ出るか、中央島ダイビング、ヘッドダイビング、ヘッドバットはしかしカウント2、秋山間に合いました。かなり距離のあるダイビングヘッドバット、菊池うつろな表情、ダメージをかなり受けた模様。さあバックドロップ、これは1回返している しかしそこにラリアット、待っていたのはラリアット、菊池危ない、菊池危ない。さあバックブリーカー、バックブリーカー、そしてトップロープ上からはキッドが伺う、そのまま固める、カウントは2、ダイナマイトキッド、先ほどから何度もトップロープに登る素振りを見せております。逆水平打っていきました、対角線に振ったジョニー・スミス、しかしこれをかわしてエルボー、エルボーは菊池、ロープに飛んだ菊池、エクラリアット、秋山にタッチ、スミス対秋山、エルボー、さあノーザンライトスープレックスホールド、カウントは2、さあキッドが菊池を場外に落とした、リング内では秋山がスミスのバックを捉えましたが、ラリアット一戦。さあ場外キッドと菊池、リング内では秋山、そしてジョニー・スミス、秋山のバックを取ったジョニー・スミス、逆に取り返した秋山、ジャーマンスープレックスホールド、カウント3、カウント3、最後の最後はジャーマンスープレックスホールド。全日本プロレス上世代軍、若手の旗頭菊池剛志、秋山純組が復活、ザ・ブリティッシュ・ブルドッグスを破りました。